どうやら交渉の余地はなさそうだな。さあ、この窮地をどう乗り切るか、見せてくれよ。素朴な質問なんだが、今の俺は窮地なのか？ああ、この場にいる4人じゃ俺は止められない。おら！石崎！どうやら想定以上らしいな。綾小路がこんなに。